いやあ、刹那啓介だよ。色気欲、夢見てるは夢見てる。特別編、人形事件後編。というわけでね、前にやった前編の続き後編ですよ。前さ、前編さ、最後すっごいいいとこで終わったからね、もう楽しみで楽しみで仕方なかったわ、お前。見たか、あのさっき、ついさっきの月から人魚が顔がパーって出とうような感じのやつ。ムジロの仮面以来やな、あんな感じの月見たんは。3日後に地球に落ちてきそうな感じの月よ、お前。トラウマ振り再び襲いかかってくるわ、俺の心に。お前、ムジロの仮面やったことないけど。よし、やっていきます。初めから説明を見た限りさ、今回はさ、マルチエンディングになってるらしい。エンディングの分岐があるらしいからな、そこもちょっと興味ある。バッドエンドとグッドエンドって感じなんだろうな。愛してるの響きだけで、あ、これなんか前編でもやったな。このネタ前編でもやったな。お前、強くなれる気がしたよって、チェリーやな。チェリーやったっけ、うん、チェリーやな。スピッツ出てきたわって言うたな、確か前編でも。言ったな。変わらんな、俺も。あれ、これも前にもやったな。これ、エンタ来たら、ブシュー、あ、見たわ、これ見たわ。で、開く。あ、こんにちは。久しぶりですね。このやりとり、久しぶりですね。はい。おお、いきなりブラックなところ。あ、前回のあらすじから始まるんじゃ。それ後編やもんな。前回のあらすじ、俺の名は夢見てる。絶対てるくんこんな声じゃないけどな。やめますね、喉も痛いし。亡き母から霊力を受け継いだ怪奇探偵だ。彼女は妹の夢見ルナ。俺と同じく母から霊力を受け継ぎ手助けをしてくれている。亡き母夢見美子はテレビで活躍する占い師だった。母は人々に霊の見る夢に近づいてはならないと伝えてきた。霊の見る夢とは、人が死んだ時に作られる霊の世界のこと。それは生前の記憶に沿って作られるため、霊の見る夢と呼んだ。俺たち兄弟は母から特殊な能力を受け継いでいた。俺には夢に入る能力、ドリームリンクが、ルナには俺を夢から連れ戻す能力、赤い糸の呪いが受け継がれた。母が亡くなった後、俺とルナは2人で暮らしていた。そして夢見の力を使って、レイが引き起こす心霊事件を解決してきたのだった。これは俺が高校を辞める1年前、高校2年の夏の出来事だ。ある時、ネットに上げられた人魚の歌、それを聞いた人々は歌の魔力によって人魚のいるうつぼ村へ引きずり込まれてしまった。俺とルナは引きずり込まれた人々を救うためにうつぼ村へやってきたのだった。そうそうそう、この辺で写真を撮ろうとしたら、この辺になんか写っとんよな、写っとったよな、前回のやつ思い出してきた。村には水見荘という旅館があり、俺たちは宿泊することになる。だがここで、今は亡き旅館の主政宗が20年前に美しき人魚静江をさらってきたことが判明する。人魚の歌には男性を引き寄せる魔力があり、旅館の経営のためにさらってきたと思われていた。旅館アイドルとか目指したんだろうか。だが政宗は静江を地下牢に閉じ込め、自分のためだけに歌を歌わせたのだった。すごい笑顔やな。こいつすごいムカつくような笑顔しとったな、今。そして、静江は地下牢で死に、霊となって、霊の見る夢を作り出したのだった。
この村ではいろんな人たちと出会った。お、出た出た、テラテラノさんじゃ。そうじゃ、勝手にテラテラノさんっていうね。テラってどこから来たん？テラテラノってテラを2つつなげてきてるからな。今なんでそんな名前にしたんか自分でも覚えてないけどね。結構優しい感じの人なんですよね。水味噌を経営し、人魚がさらわれたことを教えてくれた親切な人、テラテラノ、テラテラノさんで。書いてもないのにテラテラノさんで、ね、もう自分の中でもう定着してしまったこれ。出た。歌の魔力で村へやってきたと思われる名前のすごい老人タゴサクさん。この人さ、俺前編の時さ、勝手にタゴロウさんとか覚え間違えてタゴロウさん呼んでたのかな。編集しようときさ、編集したときにようやく気づいたんやけどさ、この人の名前タゴサクさんよな。俺タゴロウさんタゴロウさんって毎回言いよったよな。なんで俺タゴロウさんって呼んでたんだろうな。覚え間違えたけんだよ。そうそう、スルベって呼んでたんじゃ、スルベって。同じく歌の魔力で村へやってきた若者清水さん。こいつが青鬼だとか出た。やめろお前。人魚三人衆みたいな並び、やめろお前。前にも見たことがあるけどさ、これ。この村の男性たちは人魚の歌を聞き、夢の中にいる静江を探し続けていたのだった。あー出た、このゲームの最大の癒し、最大の癒し、石原さとみの美人、そして政宗の孫にあたり、今は町で暮らしている水見野江さん。野江さんはこの村に集まる男性たちに違和感を感じて調べに来たらしい。そして人魚の歌に男性を呼び寄せる魔力があることまで突き止めていた。女の勘か、それは女の勘なのか、すごいよね。そこまで気づけるもんなのか一般人が。そして俺たちと共に村の謎を解いていくことになり、一緒に人魚の夢へつながる力をへと向かった。俺は夢に入る能力ドリームリンクを使い、静江が死んだ力をから夢へ入った。だがそこへ出会ったのは過去の静江だった。本来出会うのことのない現代の俺と過去の静江。過去の静江は、ここから連れ出してほしいと懇願してきたのだが、現代で生きる俺には助けることはできなかった。あ、今の静江の声ね、全力でやった可愛い系の声のボイスなんで、うん、あんまり上手くないですよとかそういうコメントはいらないです。いらないですよ。いらないですよ。全力だぞこれ。ふざけてないですよ。そして呪いをかけられてしまう。そうなんよな。これこれこれ。静江は過去を変える呪いを使った。それは過去を変えるタイムパラドックス、かっこ時間の逆説が起きる呪い。このさ、ちゃんとかっこ時間の逆説、タイムパラドックスで何って子供のためにもさ、時間の逆説だよっていう、そういう説明ができる作者さんの破壊ですよ。え？時間の逆説って何？って言われた人はググってください。17歳の俺が20年前に静江と出会い、呪いをかけられたとよ。事実を歪められてしまった。歪めるところじゃないからな。17歳の俺が20年前にっていうところでね、もうおかしい。もうおかしい。この文章のおかしさっていうのがわかるだろう、お前ら。国語力がなくてもわかるだろう、お前ら。俺はわからないぞ。これにより、俺たちが村へやってきたのは、静江の呪いが呼び寄せたことに変えられた。すごい家をしてますよ。これは人魚がすごい家をしてますよ。かかった、藁にかかったっていうすごい家をしてますよ。その後、夢から追い出された俺は、静江に戦神を侵食されてしまった。ルナと野江さんが、地下牢の見張りに立っていたのだが、突如、魚の化け物が向かってきたのだという。ルナが早く逃げようと俺に伝えに来たのだが、あーやめてお兄ちゃん、やめてお兄ちゃん、あいやこれ、あいやー、静江に精神を侵食された俺はルナの首を絞めてしまう。快感であった。苦しいと
伝えるルナの声が俺の耳には届かなかった。快感だった。快感だった。そして舞台は狂気の夜へ。お分かりいただけただろうか。チッカロー。わあ、まだ閉めてる。まだ閉めてる。2ヶ月ぶりの失脚でもまだ閉めてる。閉めすぎ。苦しい、お兄ちゃん。もうギーって音が生々しいですね。ルナ。ガンガン言いすぎだろ、お前。めっちゃ閉めてる、めっちゃ閉めてる。金色のガシベルのティオでもそんなに閉めんぞ、お前。手が勝手に動く。このままじゃ、ルナが。顔顔もうやばい顔になってる。ルナちゃん、可愛い女の子がやっちゃいけないような顔になってる、お前。お兄ちゃん。おお、ナポリタン。赤い糸が、ルナの赤い糸の呪いが発動し、ティルの腕に絡みつきました。首を絞めている両手に意識を送り、自然の呪縛を解いてください。え、俺なん解くの？俺なん怒り込むの？意識を送り込むの？俺なん両手をタップ。おら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 、タップできてる、タップできてる、できてる。もっと両手をタップしてくださいって。ちょっと、もっとだ、もっと遅れよ、もっと熱くなれよ。おやばい。松岡修造できた。このゲーム松岡修造できたぞ、お前。ルナ。大丈夫か？ごめん、まさか俺がこんなことを。大丈夫だよ、お兄ちゃん。私、お兄ちゃんになら殺されてもいいから。え？お兄ちゃんを信じてるから。あ、そういうことか、よかった。それより大変だよ、魚の化け物が扉の前に来てるの。何？てるくん、のえさん、正気に戻ったの？こっち一緒に扉を押さえて。のえさん、わかった。でもさ、これよう見たらさ、向こうが絶対2人以上ってか、複数人にあの魚の化け物がおるはずないんよ。その場魚の化け物がさ、その人数すごい人数でどんどんやんようにした。のえちゃん、ようこの1人で耐えれよな、これ。今俺はそういうところにツッコミを入れるよ。そうよな、人間をどんどん攻撃数人をさ1人で抑えてるからね。のえちゃんの力多分男5人分ぐらいはある。扉の向こうから魚の化け物が侵入しようとしています。水見のえとともに扉を押さえてください。扉タップ、またタップタップタップ、ててててててて、もっと扉をタップして、あれ、もっと元気出せよ、声出せよ、力を出せよ。くそー、開けないぞー。誰が道具を持ってくるんだ。やばい、こいつら頭いい。道具を使うということも分かっているな、お前。知能があるな。行ったみたい。今うちに出よう。誰もいないか。え、全員で取りに行った。いや、こういう時ってさ、俺だったらさ、誰か見張りを一人二人置いて、その他のメンバーでさ、道具取りに行くよ、俺だったら。こいつら実はバカじゃないのか。あんな化け物どこから出てきたんだろう。わからないけど、この旅館にいるのはまずい気がする。今のうちに外へ出よう。わかった。おい、おめえら。え？あれ？鶴瓶！こんなところで何してるだね。タコサクさん。ごめんなさい。前作でタコロウさん、タコロウさん呼んでごめんなさい。おお？あ、いや、ちょっと。なんかちょっと変化ありますね。え？タコサクさんの顔が。よくもタコロウって呼んだな。俺たちから逃げられると思ってるだか。鱗たちが夢からいっぺん出てきてるだと。
鱗って？鱗っちゅうのは静江のしもべのことだ。静江の夢の中でしもべになるだよ。そんでよ、ほいひひ、うわぁ、うひひ、俺も仲間入りだ。嬉しそうだな、お前。あんた嬉しそうだな、仲間入りするのか、お前。え？逃げよう。待って、逃げるときって俺連打するんじゃないの？色欲ってさ、逃げるときだいたい連打しないといけないよ。ちょっと待って、連打タイム3回目とかならないよな、お前。連打タイム3回目とかならなかったよかった。よかった。わぁ、よかった、俺。ちょっと連打はちょっと使えるからさ、色欲のご要望とか質問とかそういうフォーラムがあるんですけどね、そこにね、連打のミニゲームをやめてくださいみたいな方を送ったことあるんだよな。通知やらしいね、作者さんに。タコサクさんの頭どういうことなの？鱗って何なの？その化け物だ、鱗。タコサクさんは出演のしもべと言っていた。おそらく扉の前に来ていた魚の化け物が鱗なんだ。夢から出てきたってこと？そうだ。夢からできたのに夢のない生き物なんだね。ふふ、うまいでしょ。バカ！俺が人魚の夢に入るのと同時に鱗が夢から出てきたんだ。そしてタコサクさんも鱗に代わり王女たちをつかめようとしている。なんでこんなことに。うわ、ちょっと出てき方がちょっとうまいっすね、タコサクさん。なんでそんなスライムが湧き出たみたいな出てき方をするんでしょうか。逃がさねえよ。あ、ちなみに今頃言ってすみませんが、このゲームって結構ホラー描写が多いので、そういうのが苦手な人はちょっと注意してみてくださいね。あ、ちょっと待って、そういうのあるんじゃ。あ、まだ避けるの。あい。まだ変化の途中なのか。動きが鈍いぞ。突き飛ばして逃げよう。あったっ。うげー。はっ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 は。体の衰えは隠せないようだな。今のうちに逃げるんだ。バイバイ、おいぼれ。南側、元を辿ってきたところを逆に逃げる感じかな。ちょっと待った、どうした？あらまあ、あらまあ、鱗の三人組。なんかさ、よう見たらさ、どうでもいいんやけどボーリングのピンみたいに見えるよな。さっきは扉越しで見えなかったけど、あれが鱗？そうだよ、あの化け物がたくさん地下牢まで来たんだよ。どうもできたんかな。ろ過の南側には逃げられない、引き返そう。となるとどういうルートがあるんだろう。なぎの間、ここは確かなぎの間だ。隠れられる場所なんてもうここしかないよ。ここに隠れよう。はい、オープン。そうか、これ言うんだったな。鱗はいないようだ。早く障子を閉めて。分かってますよ、っと。ちょっと開いてる。いや、ちょっとこのさ、ちょっと隙間空いてる感じじゃ絶対ギローって目が出てくるよね。だからこれちょっと怖いやつよね。もうちょいきっちり閉めない？なあテル君、もうちょいきっちり閉めない？早くこう。ちょっと通ってるの見えたし、通ってるの見えたし、これ行ったか。お前も早く来い。え、ま、待ってくれろ。やっぱり落としのようです、タコサクさん。落としのようですね。他の鱗に比べてちょっと年がごまかせてないようですね。この体力年齢がごまかせてないようですね。これあいつらもう地下牢から出てんだ。ん？タコサクさん、なんだと。クソ、
みんな手分けして探すんだ。まずいぞ。どうするの？玄関まで走り抜ける？いや、鱗が何人いるかわからない。このまま出ていくのは危険だ。じゃあどうするの？そういう時はルナをおとりにするんだ。お兄ちゃん、それはないよ。皆さん、どうした？え？あれ？あれ？テラテラノさん。三人ともご無事ですか？え？テラノさん？ここにいては危険です。この部屋には抜け道があります。そこから脱出しましょう。抜け道？抜け道って？で、テル君、信用するの？それ、そうよな。てっきりテラテラノさんは人魚側の人間かなと思っとったもん。でもさ、どうにか切り抜けるにはそれしかないよな。信用しましょう。テラノさんを信用していいのかまだ分からないけど、このままここにいるのは危険だ。そうだよ。あーらら、あーらら、あーらら、見つけた、見つかった。くれ、テルタックル。うごー、やっぱり土地はごまかせていない。フィジカルは勝てる、フィジカルは勝てる、フィジカルでは負けませんからね、うん。テラノさん、あ、テラノさんだったんだよ今。あ、テラノさん確かにフィジカル強そうやもん。こんな人にタックされたらひとたまりもないわお前。マジテラノ半端ないの始まるからな。なんだ、何の音だ。私は、今は私を信じてください。教えの床下に外へ通じる通路があります。逃げるタイミングは今しかありません。行こう、みんな。よっしゃー、外へ、通路を通って外へ。くっそ、やっぱりあいつらがいない。どこから逃げたんだ。わめくな、うろこたち。出た。板のともみにの人魚。おお、しずえ。呼び捨てなんだ。呼び捨てなんだ、俺。てっきりしずえ様とかそんな呼び方するかなと思っとった。しずえって呼び捨てするんだ。すまぬ。夢見てるよ。逃してしまった。構わぬ。構わぬじゃ。てか髪の毛長いな。髪の毛すごい長いな、この人。散歩で行けばいいのに。どこへ逃げようと、この村からは出られるのだ。え、すごいな。こんな関節曲がるん。え、こんなに関節曲がる。夢を、まざれ。まざれ。何？ん？月が赤く変わった。お兄ちゃん、何が起きてるの？早く安全な場所まで移動しましょう。逃げても無駄だ。あー、出た、ムジロの仮面っぽいやつ。まんまのお月様の顔に人魚の顔がくっきりついております。3日後に落ちてきそうな感じがします。私の元へ来い、夢見てる。20年前からお前を待っていたぞ。待たなくていいのに今頃出てくるの、タイトル。